皆さんこんにちは、アロアロの奥村ひろみです。さあ今日は2個目の美尻エクササイズ紹介していきたいと思います。40歳からでもピタッとしたパンツが似合う、キュッと引き締まったお尻を作るエクササイズを皆さんと一緒に行っていきたいと思います。私の今一番のお気に入り、クラムシェルというエクササイズを行っていきます。お尻のね、奥の方を刺激して丸みのあるヒップを作っていきたいと思います。それではどうぞ。それではクラムシェル行っていきたいと思います。さあまず右側を下にして右手頭を支えていきますね。左手は前で体をサポート。さあ股関節の角度90度、お膝の角度90度、お尻の真下にかかとが来るように調節していきます。さあ両方の骨盤は床に対して垂直です。それではゆっくりとかかととかかと離れないようにお膝開いて、上で3秒キープ、1、2、3、ゆっくり下ろして、もう一度ゆっくりとお尻をキュッと内側に締めながら、1、2、3、ゆっくり下ろして。さあ気をつけていただきたいことが2つ。1つ目はかかととかかとが離れないようにすること。2つ目はお膝が上がった時に上の骨盤が後ろへ倒れがちですので、必ず骨盤は床に対して垂直、お膝と一緒に骨盤が開いていかないように気をつけていきましょう。さあ片側20回を目処に行ってみてください。反対側も行っていきたいと思います。さあ左手頭を支えていきますね。右手は前で体をサポート。骨盤は床に対して垂直、股関節の角度90度、お膝の角度90度、お尻の真下にかかとを置いていきます。さあゆっくりとお膝を開いて、1、2、3、ゆっくり下ろして、さあかかととかかとが離れないように。さあポイントはお尻をキュッと内側に締めることを意識していきましょう。イメージとしては貝をイメージしていきますね。貝が開くようなイメージでお膝を開いていきます。お尻をキュッと内側に締めて、3秒上でキープしていただいている時もお尻にキュッとね、力を入れていきましょう。1、2、3。さこちら側も20回目のに行ってみてください。さあこれでクラムシェル終わっていきますね。40歳からでもキュッと上に上がった引き締まったお尻、丸みのあるお尻作っていきましょう。最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。